井上淳は日本のタレント、歌手、俳優、コメディアン、東京都渋谷区生まれ、在住。オリジナルアルバムライブアルバムベストアルバムその他1976年4月から、初代、南信介に代わり吉村麻里の3代目パートナーとして夜のヒットスタジオ司会に抜擢された。井上が相手役の吉村、ゲスト歌手、ご対面ゲストとして登場した一般人。 など、あらゆる人物を、茶化して、冗談や、ダジャレなどのジョークを連発すると、吉村が受け流して、軌道修正する絶妙のコンビネーションが確立され、視聴者らに好評を博した。井上は、テレビに不慣れな歌手の緊張感をとにかくほぐして、その人が気持ちよく歌ってもらえるようにするための、作として、茶化しや、シャレなどを多用したと語り、吉村は、歌の時は、 じゅんちゃんでさえも相当緊張していた。だから、歌手の緊張感を、同業者としての視点から誰よりもよく分かっていたと評価している。吉村の衣装を、茶化したり、ダジャレにするものが多かった。ハット後に、B21 スペシャル、大月賢治、E.T. キング、辻彩乃がカバーした。ネットテレビナショナルゴールデン劇場、ジャガイモ主題歌。TBSK テレビ。 火曜火曜ビッグマッチ主題歌。t b s 系、テレビドラマ、オレンチ物語。主題歌。日産、パルサー N15 全機型 CM ソング。AB、第43回渋谷区区民の広場ふるさと、渋谷フェスティバル2020公式サイト、渋谷フェスティバルオンライン。渋谷、フェス、オンライン。2020年12月24日閲覧。井上淳さんが語った、ふるさと、 渋谷の魅力。渋谷区。2020年12月24日閲覧。歌手、俳優、井上淳さん難聴耳を酷使して、聴力低下読売新聞。2015年7月9日。ABTBS、居酒屋萌え、G、TBS テレビ。TBS テレビ。2020年12月24日閲覧。ミネ氏が制挙した、際の追悼インタビューにて、本人談。 井上純年の差30の女性と結婚も、視野、彼女の意見を尊重。サンスポ、コム、2020年12月24日閲覧。NHK、井上純 NHK 人物録。NHK 人物録。NHK アーカイブス。2020年12月24日閲覧。日本放送協会、テトペッテンソン。NHK みんなの歌。 2020年12月24日閲覧。井上淳さんが、リオネット補聴器アンバサダーに就任。リオン株式会社。https コロンスラッシュスラッシュ www. リオン .co.jp スラッシュニューススラッシュ2019ス,スラッシュ02ス,スラッシュ,ュ,ュ news-190215.html2021 年5月8日閲覧。 文芸春秋2013年5月号、見た目が変わらない、芸能人の生活習慣、病に学んだこと、井上潤さん、NHK 今日の健康2014年5月号テキスト102ページ、爆放。ザ・フライデー2017年4月21日放送分より。ただし、夜ヒットの司会を井上が優退後、吉村の優退特番や同番組の最終回で、 歴代司会者が集まった時には共演しており、番組終了後に、同番組の特番の司会を井上が担当した、時には吉村もゲスト出演したりと、夜ヒット関連を中心に何回か共演はしている。AB、うちくる ?2009 年12月20日放送分より、渋谷区名翼民、連続テレビ小説、おかえりもに新たな出演者、発表、百音が、 東京で出会う人々。NHK2021 年3月29日、閲覧。井上淳さんと、本田美優さんが共演リオネット補聴器の最新テレビ、CM を4月4日より、放映開始。リオン株式会社。 https://www.reon.co.jp:/news:/2020/04/news:/200401 と html2021 年5月8日閲覧。ありがとうございます。